来週維新史読本菊池寛水戸天狗島転戦記藤田小四郎維新後築地の料亭長谷川で喜怒行員が世の中は桜の下の相撲かなという義句を書いた そばにいた田中光明がその意味を問うと、相撲を取っている者は夢中で、乱漫と咲いた桜を見ることができない。つまり国のために尽くした者がその成果を収めることができないで、その傍観者が欲に欲する世の中の皮肉を偶したのだと答えた。 桜の下で一生懸命相撲を取った者に薩摩あり長州ありで、欲を被らないのみか、維新後薩長にあらざれば人にあらずといった豪勢さである。この句はほとんど意味をなさないが、木戸の真意は、おそらく維新中道で倒れた多くの先輩や同志の悲運を嘆いたのであろうが。 薩長チはまだ良い。これが水戸になると、桜を見る者が全滅なのだから悲惨である。技巧以来の勤労思想の発祥地であり滅カであった水戸藩から、維新以後一人の行進や嫌韓を出さなかったというのは、彼らが早くから勤労運動に投じながら、 水戸藩の個室である苛烈なる闘争のために愛殺戮し合い、一般を挙げて自滅の運命をたどったがためである。安政の大国では安島立脇、鵜飼吉左衛門らを殺し、桜田門義許では金子孫次郎、高橋太一郎ら二十三名の優位の志士を失っている。 その他当禅時の公使館焼き討ち、坂下門義挙、幾野義挙、天中組義挙など、およそ幕末の大事件で水戸藩士の加わっていない事件はないし、その貴重な血を流さなかったことは絶無である。しかしその中で最も大規模に死子を放ったのは、 水戸天狗党の筑波山義議およびその天仙市である。筑波山義居の発当人は、当年二十三歳の青年、藤田小四郎である。当子はその父であり、勇国はその祖父である。その科学を継いだ小四郎が、 年少にして天下国家に志のあったのは当然であろう。小四郎の幼児について、その叔父の九直次郎の語るところによると、小四郎がまだ七八歳の時と思う。一日東子先生と話をしていると、小四郎が庭の口から入ってきて、お父さん、 今あの杉の木に生地が一羽おるところへ、三尺ばかりの蛇が出てきてその生地をぐるぐる巻きつけた。すると生地が二つ三つ羽ばたきをすると、蛇の体がバラバラに切れてしまったよと、真面目な顔をしている。トウ子は自分を帰り見て、あの通り、 親を馬鹿にするしようのない奴だと言ったことがある。またあるとき、二三人で先生のところで酒を飲んでいて、先生が手を叩くと、奥さんが何か御用でございますかと出てくると、小四郎が廊下に遊んでいて、お母さん、お手が鳴ったら調子と悟れと歌い出したので、 先生は腹を立て、無礼な奴だと無を取って追いかけ回したことがあった。これで見ると、小四郎は確かに恐るべき子であった。少福の子であり、末っ子であったが、瞳子が最も望みを食したのはこの小四郎であった。 ある時、東子は三人の子の性格を問われて、答えて曰く。例えばここに美人があって、それを一室に入れて鍵盤をさせるとすると、健次郎はおとなしく鍵盤をしているだろう。大三郎は職種を動かして、主人に同室させてくれと頼むだろう。 だが小四郎はいきなり鍵を壊して部屋に侵入し、その美人を手ごめにするだろうと笑いながら答えた。議論より実践を愛する水戸人の中でも、小四郎はその代表的な青年であった。早くから江戸京都に出没していたが、その頃渋沢栄一が小四郎と会っている。 私が小四郎氏に会ったのは、文久三年の秋頃です。小四郎氏は私より二歳の年下でありましたが、年少なれども再気万発で、実に愉快な遺友であると思いました。その時の談話に、私はしきりと尊能攘夷を唱えて、 我々農民すら国事に当たろうとする積性を持っているのに、水戸は代々勤労を唱え、大義名分の明らかな反風である。ことに伊子先生のような巨人もあり、しかして騎はそのご子息である。しかるに何もなされずに議論ばかりしていて、愛すまんではないかといったことを論じたのであります。 小四郎氏は私に対して、君たちは我々が水戸藩だから、何かなすだろうと容易に考えられるけれど、天下の大事を左右に敬意になせるはずがないと答えておられました。この時小四郎の郷里に、つくば挙兵の案があったかどうか知らぬが、 なかなか自分の腹を軽々に打ち明けるような人物でなかったことだけはこれでわかる。小四郎は早くから、桂小五郎や草加玄瑞ら、長州系志士と深く交わりを結んでいた。現時元年の春には、麻布流土町の長州判定で、桂などと会見して、 東西兵を挙げて倒幕運動に従事する水議を凝らしている。これが西における金門戦争となり、東においては筑波山義挙として爆発しているのである。小四郎は帰国するや、長老である水戸の町奉行、田丸稲野衛門を首相と仰ぎ、現時元年三月二十七日、 兵を筑波山にあげた。当時藤田は、老中板倉勝清へ書を提し、作官海賊を速やかに相当し、毅然として上位の礼を敷き、天下の人心を一心せんことを請うと、その挙兵の目的を述べている。筑波山挙兵。 筑波山頂では盛んに軍議が開かれ、この議挙の目的は、筆教烈行成明の意志だというので、列行を軍心に祭り、劇を金剛に飛ばして軍用金を募るとともに、動詞の休合に努めたのである。しかも彼らは軍略上の必要から、あるいは日光に移ろうとしたり、 下野の太平山の要害に兵力を集中したりした。その歓迎すべからざる行動は、一派万派を呼ぶといった具合に、江戸と水戸の政局を大いに侵犯したのである。幕府は一行が日光に向かうと聞いて、驚愕を置くところを知らず、柿楼牧の備中の神は、 東北二十九班の総動員を行って、これを未然に阻止しようとした。一方、水戸では、この一挙の処置をめぐって、金納砂漠、激派鎮派、天狗党諸政党といった水戸独特の荒烈な内向が、猛然として政治の表面に浮かび出してきたのである。 水戸藩中の闘争は天保以来のことで、当時は尊上派の武田伊賀の神、幸運祭が失勢として実権を握り、このため筑波の天狗党たちはどれくらい便宜を得たかわからない。これを苦々しく思っていたのが市川三左衛門、朝比奈八太郎の砂漠派、諸星党の領主らで、 彼らは小四郎の挙兵と共に、すぐ守兵数百名を率いて江戸に上り、藩主義厚に越して速やかにつくば山の俗徒を追悼し、これと鬼脈を通ずる勇士の鋼鉄を迫った。幕府はかねて、高等政策としてこの一派を利用することを忘れなかった。かつて藩主成明を、 駒込に隠居させたのも同じやり方だ。そこで今度は、幕府は陰にようにこの諸政党を操り、吉安もやむを得ず武田伊賀の神を退けて、朝比奈市川原を失勢とした。一体徳川吉安は、一名よかろう様と言われるくらい、 何でもよかろうよかろうで決断力がなかった。そのため水戸藩の闘争は常に逆転また逆転で、必要以上の惨害を招いたのである。これに対して在国村上天狗の一党は大いに憤慨したが、市川らは非常手段として水戸城を占領し、一切の尊上派の入城を拒むに至った。 吉奴は大いに驚いて、市販松平頼り,りを走って説得させたが、ついに市川らとの間に陛下を交えるに至り、武田山国兵部の尊上派も、近くの立山によって、水戸城奪還を企てるに至った。この形勢を見た筑波勢は山を下って平磯に本営を移し、 愛共に水戸城の市川三左門を撃って、藩府を尊上派の手中に収めようとした。この時は金門の一戦で徴兵は敗れ、筑波勢もその挙兵の意義を失っていた。もうこうなっては、小四郎の真意はどうあろうとも、純然たる水戸の内向戦と化したと言ってもよい。 そこへ幕軍の総帥田沼現場の神は、8月25日に笠間に至り、諸藩の兵を特例して、中湊の寄り乗り軍を囲み、一方海上の軍艦から砲撃を加えて、平磯による筑波勢を撃たせた。筑波勢は9月25日に中湊軍に合体して、 貨幣よく運河のような幕軍に当たった。この時幕府の歩兵頭、平岡白兵の言によると、幕軍の費やした軍費はすでに五十万両に達し、この上は敵の本拠、港御殿まで地下を掘り貫いて、地雷下を仕掛けて一挙に応殺するより方法がないとまで窮していたのである。 しかし、結局戦が長引けば、港軍は玉石もにたかれて壊滅することは明らかだ。そこへ両軍の間を圧戦する者が現れて、頼りの軍は一旦幕府に降伏することになった。しかし武田幸運斎、山国兵部、藤田小四郎、 田丸稲の衛門らはこの降伏に反対で、この手勢と共に長空県軍斎場して、天痕に訴えるべく、結露を開いて陣を進めることになった。和田峠の戦闘。武田幸雲斎は、甲州武田の一族で、 水戸藩内では名族の出として尊敬されていた人物である。西郷高森が塔子を訪れた時塔子は、我が藩には武田幸運斎という義気公害に富み、古に資する人物がいる。今日もし合わざれば、他実見ることのできぬ男だと称揚している。 観光の長者で、尊上派の重鎮であり、当古亡きやと必ず武田なるべしとは、藩内外を通じての世論であった。武田の製品といえば当時有名なものであったが、水戸師団昨日の夢によると、武田が大番頭で黒羽町にいる頃、女中一人、 若藤一人、奥方自ら魚ごしらえするてい。酒の時、大きな膳を持ち出せしに、一方の足が折れ折り、これはいけぬとて、五番の隅へ持たせかけた。しかし鎧びつは三つもあり、槍も十本、鉄砲もあったというから、 武士としての心がけには完全するところがない。上落を志して行動を起こした一行は、総勢約千二百人で、これを六体に分かち、その他に大砲を八門、小荷田を二百持っていた。今で言えば、ちょうど歩兵一個大隊くらいの兵力である。 総帥は武田伊賀守で、山国兵部は参謀となり、田丸稲野右衛門が劣行の真意を報じて、精神的団結の中枢となった。藤田小四郎は保育という役に就いた。十一月一日、彼らは日立大悟を出発した。 越前鶴賀までの全皇帝二百十里余り、皇軍日数四十日の強皇軍である。民家は焼かれて止まるにも家はない。油断をすればいつ襲撃されるかわからない。ことに北国時に入るとともに、雪という大敵とも戦わなければならない。 しかし、これほどの大行軍をやっても、脱走者が近々五名というから、いかにその志が固く、団結が強固だったかわかると思う。彼らはまず野州寺を取って、途中各藩の妨害を、あるいは外交的折衝で、あるいは断固実力を行使して排除しながら上州寺に入った。 途中の各藩も大体は勘道を通るのならと黙認の態度を示し一行が通った後に兵隊を差し向けたり鉄砲を放ってみたりして幕府に対して弁解の口実を用意するのであった異部堂々たる死に身の行進におじけさし触らぬ神にたたりなしの態度をとったのである 一行は富岡から下仁田の宿に至り、ここで高崎藩の兵隊とちょっとした戦闘をやった。無論ここでは水戸勢の大勝利で、彼らはそれより中山道を進み、十七日には内山峠の県を越えて南信濃に入り、平賀村、餅月村、長久保を経て和田峠に差し掛かった。 和田峠は中山道における最も兼用の地で、幕府の厳命を受けた松本高島二班の兵が、沿道の人家を焼き、橋を落とし、道に大木を横たえて一行を迎撃しようとした。老子方は11月20日、和田塾を出発し、峠道にかかり、 一切の妨害を退りけて前進した。しかし一本のアロ炉を進む老子方は、敵の集中攻撃に遭い、苦心に陥り、一時は悲観すべき形成であった。この時、軍師山国兵部は、土民に死して地形を判断し、 100目ずつを本堂南側の山上に引き上げて敵を感謝させ一方武田海助の率いる騎兵隊200人は渓谷を越えて敵の背後の積雪の山上に先行してその即敗をついたこのためまず左翼諏訪の備えが破れその動揺が松本藩にも波及して ついに全軍改装するに至った。この戦闘で松本藩の軍師は戦死し、敵の損害は戦死十一、池取八人を出した。武田勢にもち死に六名、手追い三人を出した。鶴が歩兵連隊付き歩兵少佐那須弓吉の、 水戸天狗連作動の軍事的考察という書物によると、原稿の将校ならば、三次戦といえば合言葉のように迂回と答えるだろうが、この和田峠の戦闘において、直ちにこれに着眼し、万難を排して迂回を勧告したのは、軍師山国兵部の偉いところである、 と好評を下している。この世は天狗の一党は下諏訪に先陣を洗い休養のいとまもなく南下して稲地の軍旅に着いた暗闇峠の剣稲の重鎮飯田の場外座高寺村の庄屋に北原稲を、 今村与三郎という兄弟があった。両人とも平田厚種門下で、勤能の志厚かったが、三刀市一帯稲に入ると聞き、進んで感動案内の役を買って出た。やがて出てきたのは、甲冑を着込み、華やかな陣羽織をかぶり、 紫の紐で元取りを結んだ。小野義雄と名乗る美目秀麗の若者で、深くご好意を射すと言って陣羽織と立ちを与えた。稲尾は一体を導いて、飯田の城下を東に避けて艦道を通過し、これを愛知村に送り届けて案内の役目を果たした。 そして別れを告げて帰る途中、飯田の西、乳坂というところへ来たとき、松尾多瀬子の長男誠が、藤田小四郎に面会するため、一行の後を追ってやってきたのに出会った。稲尾はここで初めて、自分が案内した小野義夫が、 日頃尊敬する藤田小四郎であることを知り、金母の情に耐えず、一種の歌を託した。紫の、ゆかりの色の藤田とも、白で別れしことの悲しさ、一片の川であろう。老子たちは二十六日、 孫めの宿に遮影したのを最後に、翌日から美の字に入り、中津を経てその夜は大いに宿した。三老師八百四人、威風堂々大悟を整え、太平の世に身も知らぬ血統を下げ、甲冑に身を固めて、矛、皇朝唐金剛杖をつき、 半球を携え、槍を持ち、大井塾に来たりて一泊し、付近の豪華より物資を挑発せり、百姓蝶に驚きの目を見張り、声を潜めて安き心もなく、日没前早く元固く閉めて、屋外に出るのを戒め、戦々恐々たるものあり、 巷に人影を認めずあたかも廃役に似たり当や老子交代して夜景をなし辻々王冠を固め道行く者あればいちいちこれを追加し幕府型に備えたり老師は和田峠の苦心をさながらに物語る。 先決著しき立ちを下げて、月さゆる世の地股を徘徊せり、道中生産の様、思い見るべきものがある。一行は終わり漁に入るとともに、槍の穂先に白紙を巻き、誠意のないことを示し、粛祝として進んでいった。 老子日記十二月二日の項に、殺人来たるとある。これは中村半次郎、後の桐野俊明のことで、最後高森の内命を受けて伊比の宿に来たり、藤田小四郎に会ったのである。半次郎は、我が薩摩藩は諸君の中将を達成すべく、 極力努力するから。この際、堂々本堂を経て京都に入るべしと説言した。しかし小四郎は答えて、大津には一橋港の兵がたむろしている。これに敵対して京都に入るのは我が軍の本意でないと謝絶した。もしこの時、一行が桐野の言を聞き入れたら、 同じ死ぬにしても、もっと花々しい最後を遂げることができたのであろう。これから彼らは大雪を犯して国境を越え、越前に出るべく暗闇峠にかかった。ここは険しい三里の山道で、冬は人馬の通行の絶える難所であり、一行は膝を没する積雪に悩みながら、 さらに、ハエ防止峠の剣を抜消した。一度心を合わせ。大砲は取り外して各隊で担ぎ。病人負傷者は剣余に乗せ。その患難は言語に絶したけれど。とにかくこの剣路を征服して越前に入った。サバ藩を通過し。 さらに福井藩の石門を突破して、沿岸の昔、新田義貞が北国下校の際雪に悩んだという難所、木の目峠を越えて、12月11日、越前神保の宿にたどり着いた。見れば十数兆の彼方。 腹には加賀藩の政党軍が厳然として前に控えている。日立大醐を出発してから四十七日。両毛、新、農、越の参が二百十里を突破した天狗一党も、目的地の敦賀を目前に見ながら涙を飲んで、ついに加賀藩の軍門に下った。しかし、 加賀藩の老子を待遇することはすこぶる根節を極めた。ことに加賀の官軍、長原仁七郎は、あくまでも武士道をもって諸子に臨み、神母で互いに対人中にも、敵の飢餓に乗じてこれを打つに忍びずと言って、白米二百票、名衆二国を神母の陣中に送ったほどである。 あれほどの大半でありながら、年家以来、代々の藩主は薄墓の真似をして、幕府の喜妃に触れざらんことこれ務め、昇進欲々、ついに維新に際しても、これといった勤労の人物を出さなかった加賀藩中にあって、この永原甚七郎のごときは、確かに異色ある人物と言わねばなるまい。 鶴賀の大国。慶応元年正月、田沼現場の神は、一橋義信から幕府の名代として、水戸刀市の処分を命ぜられた。田沼はかつて審議を無視して、中港で降伏した松平頼則に切腹を命じ、 水戸天狗党にとっては旧敵の間柄である。その断罪が告白無残であることは、初めから予想できるのである。幕府側では、武田らを呼ぶのに続徒と,と言ったが、朝廷側では、これを城や脱走の不老と呼び、また降伏いたし候う者は、 相当の取り計らい致すべしとのご沙汰で、これを極刑に処せよとは仰せられてないのである。一橋義信にすれば、彼らは自分の実家である水戸の旧臣であり、自らの懐に飛び込んできた旧長でもあるのである。これを残虐な田沼の手に託して、処分させたというのについて、 吉信の冷酷さを非難する者の,の多いのは当然である。幕府型に引き渡された老師の人数は八百十八人で、これは庭家か造りの獄舎に移して、ひどい待遇をした。とも彦新納日記二月五日の項に、水老鶴賀表の者の、 すべて歌詞より田沼へ私申し騒動。その日同書浜辺の西村へ入れ、日に焼き飯二つずつ入れ騒動よし、誠に防災。互いに対測対測このことなり、と断じておられる。二月一日。 田沼現場の神は一行二百名を引き連れて敦賀に乗り込み、即日鋭格寺を借り知らすと決めて吟味を始めた。初めから資材と決まっているので、吟味も簡単で、二月四日には、武田伊賀の神、山国兵部、藤田小四郎、田丸稲野右衛門の主だった者二十四名が残に処された。 続いて15日には134人、16日には102人、19日には78人、23日には16人、合計353名という大量死刑である。しかもそばに穴を掘っておき、死体を次々とその中に投げ込んで土をかぶせたというのであるから。 その残虐目を覆しむるものがある。第一番に形状に引き出されたのは、武田伊賀の神である。一刀の狩猟と仰がれた炊飯の大建物。長らくの新郎に総教の肉は落ち、六十二歳のしわをたたんだ広い額に、半白の髪をなぶらせ、 悠然たる態度で首の座についた。剣士の役人の矢立てを借りて自生。咲く梅の花は儚く散るとても香りは君が袖に移らん。と記して泉のように血を吹いて首は銅を離れた。 藤田小四郎はこの時二十四歳。商用として文天祥の正規の歌を浪人して陣を受けた。一代の風雲寺にふさわしい壮烈な最後であった。藤田家では勇国が水戸学という一派の学問を立て藤子がこれを大いに天下にこすいし。 小四郎がこれを実行して非合の最後を遂げている。これは頼家に比較すると、祖父春水が実践的な学職を持ち、この三葉がその文章を持って天下に勤能を指導し、孫の三木三郎がその実行者となって、安政の大国の犠牲となっているのと同じである。 思うに幕末の大国として、一世を侵害した安政母語の大国といっても、切腹または死罪に処せられた者は、安島立脇、うがい不死、吉田松陰、橋本さない、来三木三郎らわずかに八人に過ぎない。これに比べると、 鶴ヶの大国は一時に三百五十四人を犬猫のように殺して穴に埋めたのであるから、これが人心に与えた衝動は甚大なるものがあった。金門戦争の結果敗走した長州兵に対して、幕府は大した処置も取れぬくせに、一旦降伏して戦闘力のなくなった水戸天狗党に対して、 殺戮を欲しいままにした幕府のやり方は、すでにその叶えの傾聴を問われるのに十分の理由を示したわけだ。この処刑によって、どのくらい人心が幕府を離れたか、想像以上のものがある。志を得ずして処刑された老子ももって命すべきだろう。 大久保利通はその日記に「城野浪士は越前敦賀の土蔵に押し込め」「去る4日武田はじめ七人ことごとく噴出」「七日までに504人死刑に処し殺し尽くし候をよし」「その取り扱い過酷を極め」「衣服を剥ぎ取り裸になし」 つかねめしにて獣類の栄翔に遭おろうよし、実に聞くに耐えざる次第なり、これをもって、幕府滅亡の現れとも察し遭ろう、と痛憤している。またかつあわもこれを表して、それ気孤の勢い、地震の道を開くによしなく、 多数有志の死をして玉石恐噴の惨下に陥らしめ、その幸福の跡や滑稽に処し、これがため死死一層憤慨の心を激励し、ゆくゆく放火の不利たるを思わざるは、世の深く遺憾とするところなり、と幕臣にしてなお、幕府の措置を起こっているのである。 さらに田沼は敦賀の獄が終わると同時に、中港の戦いで降伏した榊原新左衛門ら三十九人を、小賀の獄で全部残罪に処した。水戸藩における尊上派の領袖は、ほぼこの時において尽きたと言えよう。母親以後、武田幸運祭の維持、 金次郎という者が水戸に官軍として乗り込み朝比奈八太郎市川三左衛門ら諸星党の者を数百人徹底的に放るに至って天狗党の復讐なれりとしたこれで水戸は天狗派も諸星派もお互いに殺し尽くしたのだ。 もってその内向のいかに激人であったかわかると思う。このため水戸は、維新の最も大切な時期において、収集することのできない混乱に陥っていた。しかも金の砂漠を問わず、人物という人物をお互いに全部殺戮し尽くしたのだ。そのため水戸は、 もはや新しい日本の勢力となることもできず、長く中央の政界から葬られてしまったのだ。けだしその原因としては、いたずらに季節ばかりを重んじて、融通の道をこうずるにおろそかだった。水戸学の余兵もあったと言わねばなるまい。源氏歌し 金門の変。気子の勢い闇が出し一体、長州人の特色は、理屈っぽいということである。オポチュニスト、機械主義者である。薩摩人と著しい対象をなしている。どんな場合でも、 それ相当な理屈をつけなければ収まらないのが長州人の癖だ。その理論家であり、勤労の先駆者をもって認じている彼らが、何故恐れ多くも金結に向かって発砲をあえてしたか。愚挙というより暴挙であり、大義名分を誤った乱心俗志の行為である。 しかも戦術から言っても無謀無策、問題にもならない。彼らは自分の方から幕府に戦争を吹っかけ、草加義介、入江九一ら松陰門下の逸材を殺し、国志信濃のらのそうそうたる国労を失っている。どの点から考えても、それは長藩にとっては致命的な打撃である。 幕府がもし少し利口で薩摩や合図と結んでこの反逆に対してあくまで長州の罪を鳴らして圧迫していたら長州などどうなったかわからないのである。金門の変の勃発に対して長藩においても決して人材の不定を担ずる必要はなかった。 高杉新作は一代の記載である。勇ましいこととなれば、まず真っ先に飛び出す熱血感であった。その新作でさえ、徴兵の京都進出には賛成していない。まして恐れ多くも金結に発砲するなどもってのほかである。草加源髄は、 その身は京都派遣軍の一方の部隊長でありながら、なお出兵には反対であった。入江九市、寺島中三郎などまた同じである。しかも彼らはその初心を行うことができず、不本意のままに出兵の責任に準じている。これがいわゆる勢いである。 けだし、金門戦争こそ、気子の勢い闇くといった慣例の典型的のものである。長州が、その金農運動の第一線から落語を余儀なくされたのは、文久三年八月十八日の、いわゆる七郷落ちのクーデター以来である。聖中無二の毛利口が直感の身となり、 アイズや薩摩の連中が、時を笑顔に中央の政治部隊をカッポしているのを見るのは、多年経落の地で国事に尽くした長州志士にとって、耐えられるところではなかった。快館殺族というのは、当時の勤労の志士のスローガンであったのだ。長藩は根気よく、 その無縁を京都に対して尋常してきた。一年二年。2年そしてついにしびれを切らして立ち上がったのが、京都に対する武力出兵だ。もちろん初めから朝廷に対して迫る意思はない。実力をもって君側の官である会津藩を総統し、七教及び藩主のために、 その縁を注がねばならぬというのである。高杉晋作が、この旧心論者の首領とも言うべき、木島又兵に出兵反対を説得に行ったとき、木島が放言した激語こそ、その代表的なものであろう。高杉はこのとき26歳、木島は50歳くらいで、 親子ぐらいの違いです。木島の言い分がひどい。貴様らは全体書物を読むからいかん。書物を読むから、しかして後という虹が頭に染み込んでいる。しかして後というようなまぬるいことで戦ができるものか。書物を読むなら、 日恥ずかしめられれば真死すということを第一に覚えろ。今の時は何の時ぞ。成中無二の御両殿様は直感の身となって冤罪を被っていられるではないか。我々真死たる者が一日たりとも安全としていられるはずではない。貴様も有志者の一人であるのに。 今の印順論を吐くのは、多分新地百六十国の六が嬉しくて仕方がないからだろう。決起の高杉としてもう我慢はできない。俺は百六十国のはしたに目をくれるような男ではないぞ。とその席から長州を脱藩してしまった。暴挙に加わるのはバカバカしいし、 と言って、治療に連々としていると見られるのも尺だったからであろう。どんな自重論のものでも、長藩が必要以上に痛めつけられていると考えないものはないだろう。ことに藩主の不遇な身の上を考えれば、この木島の進出論に対して、進化として絶対的に反対するわけにはいかなかったのである。 進出論と自嘲論が、かなが湧くように山口を騒がしていたときに、霹靂のように京都から大秘宝がもたらされた。池田屋の変である。吉田利マロ、宮部貞三ら、長藩及び長州派の志士に加えられた新選組のテロリズムは、全長州の世論を極度に刺激したのである。 もう我慢もこれまでだ。こうしていれば長州は自滅するばかりだ。いわば長藩の京都出兵は捨て身の一石だ。誰がこれを阻止することができよう。ことに東の方筑波山には、水戸の天狗党が武田幸雲斎を擁して、上位の旗を上げている。 東西愛子をして立つ長藩としては絶好の機会だったのである京都出兵と牧泉空いっぱいの星だった一艘二艘三艘二舟でないのは誰にも一見して分かった船は大小十四艘 静かに天満橋をくぐって大淀川をそこした現時元年6月23日のことである大阪・上腕橋の蔵屋敷を発した草下玄瑞牧泉の一行300人であるこれが単なるじいで終わってくれればいいが玄瑞は炉に座って 稜線のぼんやりとした明かりを見つめて深々として目を伏せるのであった。満底の緑荘路稜を生じ、月影けんけん流れて塔にいる。交易夜深く夜まさに半ば。革輪山犬一斉流し。うわっという歓声が上がった。 あなな。たのお策ですないつの間に近寄ったのか牧泉がそのチョークをさっそうと夜風になぶらせていたあまり望まれるので悪筆を書いてやったのでここで禁じられるとは不意打ちです玄髄は赤くなって答えた船が枚方にかかると 空はようやくしらみかけた。堤防で焚き火が延々と炎を上げているのが見えた。風がやんだので、船は陸から引き綱で引かれて進んでいった。夜がすっかり明けた頃、一行は前島村に上陸して、山崎に入り、本体を天王山に集結し、 友軍をその付近に配置して、世紀を翻して自ら京都を威圧せんとする軍警を敷いたのである。すでに木島又兵の遊撃隊と福原越後の第一軍三百余名は、伏見にあって待機している。国志信濃の第二軍も山崎に到着した。 第3軍600を率いて、国老増田上門の助も近く山崎に到着するはずであるかくして天王山の本営にしばしば軍議が開かれて伏見佐賀山崎の三天に主力を集中することになった京都は今や三方から包囲されたことになる 天皇山の本陣から、男山八幡は一望のうちだ。岩清水八幡、その宮こそ、かつて上位祈願の行幸を仰がんとした、天下の志士の聖地である。大和行幸、男山八幡上位祈願の筋書きは、牧泉の画策したものである。 同時に現氏貸し禁門の変も、主として牧泉の凶王から出てきたと言っても過言ではない。もし禁門戦争の責任者を敷いて求めるなら、牧泉と木島又兵衛だろう。木島の諸突論に対して、 牧の行動は勤労の長老として恥ずかしくないだけの政治的の主義に基づいたものであった。彼は長州の進発論を固いして、ついにここまで徴兵を引っ張ってきたのである。男山八幡を中心に布陣して、京都を包囲して、幕府の勢力を京都から一掃するという作戦は、 文久三年十月、彼の発表した水死三作のうち下作である。それを今、自ら指揮を執って実行しようとしているのである。牧康臣は、久留米水天宮の士官で、早くから鎮西第一の人物として剣伝され、 京都へ登って学習院出資を命ぜられ、勤皇の志士からは、大臣、先生などと呼ばれていた勤皇の長者である。ことに今南高のあだ名など、その競輪なり面目を伝えて約所たるものがある。牧泉の最も偉い点は、彼が早くから幕府を倒さねばならぬと、 はっきり考えていた点にある。ぼんやりと幕府を倒さねばならぬという思想はかなり早くからあったが、現実に政治の問題として倒幕論を主張したのは、牧泉をもって行使とする。吉田松陰や薩摩の有馬慎七より早かったかもしれぬ。彼は校下4年に上京して、 三条左熱村に越して、幕府を排して王政を復古すべしと堂々陳述している。さらに牧泉の非凡なことは、倒幕の目的のために、上位申請という形式を借りたことである。上位は幕府に対する最大の嫌がらせであり、 天皇神聖は幕府の存立を根本から否定するものである。ここの計画は、鴨両者行行、男山八幡宮行行となって、倒幕の機運に一段と規制を添えたのである。泉の神の名が世間にあまり伝わらないのは、彼の行動が内面的であり、 常に某種であり黒幕であったからであってその維新史における地位なり進化はもっと大きく評価さるべきだろう一のぶ,のしぶり草賀玄瑞らは山崎に着くとすぐ変名を用いて攫郎稲葉長門神を経て ステーツメントを発表した「長州人得意の言論戦だ」「国家の体系」「まさにその著につかんとせしに」「図らざりき一や」「弔議の反復して」「忠誠無二の三条況以下の立憲」「並びに平藩主毛利不死に」 直感を達せられて状況を禁じ、姿勢の体験を挙げてばくの手中に放任されたるは、前年来の英知とそごせるに似たり、といった調子である。さらに彼らは同様の趣旨を、各藩及び苦行の一部に徹底させて、有利な世論を作ろうと賢明な努力をした。 しかもその言論戦の背後には、人心を衝動するに足る兵力を備えている。彼らは君主の縁を注がんとする単なる愛玩ではなく、すでに慈悲の行動を起こし、何らかの要求を掲げようとしているのである。すなわち武力解決である。 御所あたりの騒動は一通りではなかった。諸子大守護職らをはじめ、苦行勇士三代して、連日病気が開かれた。苦行の多くは毛利に対する同情もあり、目前に迫った流血の惨事に対する恐れもあるので、大部分は毛利不死の直感を免じて、 その入教を差し許して、ひとまず収まりをつけた方がよいという意見である。これに対して、はじめから討伐論を持って望んだのは、守護職松平片森だったが、大勢は緩和論に帰し、町議は一旦毛利斜免ということに決したのである。 この情勢を聞いて、幽国に若に散大した一橋義信は一座を平芸して、堂々と公家たちの難論を一周した。単元とあらば単元らしく、武装を解いて神妙にその筋に申し出るべきである。卑しくも兵器を携え来たって朝廷に迫るがごときは、 紳士の部を超えた不敵の行為である。かかる豪素をご採用になっては、弔意はために血に落ちてしまう。単眼の筋を採用する。せぬは彼らが早々撤兵してからのことである。徴兵の撤兵こそ第一の条件であろう。一同学然として、 そのすさまじき剣幕に目を見張った。しかし慶喜は決して主戦論者ではなかった。皇居を中心とする紫外線が、どんな災害を及ぼすかよく知っていたのである。だから討伐と言わずに、まず徴兵の鉄兵第一と言ったのである。徴兵第一の病議の決定が、 長州留守居役のみ折江に伝達されたのは、現時元年7月18日のことである。しかしこれで長州が、穏やかに兵を退けるとは考えられない。鉄兵を迫る以上、大勢の場合の覚悟が必要である。慶喜会津桑名の諸行はしきりに守兵を集結し、 幼稚の守りを固める一方、殺藩の意向を打診した。合図中将片森が、使いを殺定に送って協力を申し込んだ。西郷は当時、軍不役として京都の判定に詰めていた。合図公の申し出に対して、彼は殺害の親善関係にもかかわらず、 はっきり断っている。我が藩では金結守護のための兵ばかりしか残っていない。他の方面に協力するわけには参りかねる。西郷は合図との親善の頼むべからざることを同権している。世間では快感殺族といって、同類のように見ているが、西郷としては、 長州との反目を長く続けることの不利を十分に知っていた。長州をくじくことは、尊王党の勢力を削ぐことであり、それは結局、薩摩の立場を失うことである。しかし長州のやり方を見ているに、あまりに常軌を逸している。 今これに加担すれば長位が立たぬ。仕方がない。中立の態度を辞して機会の到来を待とう。これが最後の腹の中である。大久保への書状に、お屋敷中にても、長州を救うがよいの、合図を助けにゃならんなどの議論。奮んとして愛起こりそうらえども。 名義正しく朝廷存法の道相立たず騒楼手は、決して動き申さずと、強いて押し切り騒楼ところ、もうはお屋敷中一体の議論とまかりなり、安心このことに御座候楼。万弱の重みである。大政治家としての最後の新面目、思い見るべきであろう。 徴平動く。病議決定の伝達された7月17日に、徴収税の領収たちは、この上は進んで帰船を清算と、岩清水八幡社藩の増田上門之助の英書に会合した。その模様は、耶原二郎の手記によると、 ここに会議の模様を述べんに、木島氏まず口を開き言うよう、諸君は進軍の用意整いたるや、一座皆答えず、木島土器を含み再び言う、諸君今や結果に迫り、訓測の間を覗かんとするにあたり、 諸君の進撃を躊躇するは何のことぞ。草かおもむろに答えて言う。元来訓練を注がんには、まず単眼に単眼を重ね、我より手を出し戦闘を開始するは、我らの阻止にあらず。また今軍を進め結果に至るも。 われにいまだ講演なく、進撃の準備またからず、必勝の計画なきをもって、しばらく戦機の熟するを待つにしかずと、これより木島は草下を差し、卑怯者の医者坊主と罵り、土器昇天の勢いにてその座を立ち、決然去る。 万座の人々、中んづく入江寺島の諸士は、木島の暴言を憤慨せるの感あるも、終始沈黙していたり、まきその他の老子のうちには、木島の論に沙汰せる者多く、壮年気鋭の死没前相立ち、また清数べからざるの情勢なりし、 こうして長藩はずるずると泥沼に陥り、大義名分から言っても、戦略から言っても、節烈極まる戦闘を幕軍に向かって挑んだのである。この時牧泉は、形は高氏に似たるも心は難航たれと言ったという。要するに、 長老の牧や年長の木島が新軍に賛成した以上、弱敗の草加がいくら反対しても体制は動かない。草加は最も陰鬱の手にて、岩色騒然たり、世と共に帰る途中においても、一言の談話もなかりき。しかし草加は、 金門戦争には最も奮戦した者の,の一人であった。各て京都内入りの儀が決まり、天皇山軍は18日午後4時、天竜寺軍伏見軍は午後10時に進軍を訳し、まず朝廷に向かって、守護職合図片森弾劾の一章をいたし、 戦争の責任を全部彼に負わせて行動を起こした。この事変の初頭に西郷隆盛が、これは筆胸長州と合図の死闘であるとカ破したのは、確かに反面の真理だが、結局勢いの赴くところは、両藩の死闘では終わらなかった。十八日。 蝶儀はついに追悼に決し、その部署も決まり、旧門の守りを固め、吉信は追悼総督を命ぜられた。薩摩にも勅命が下り、やむを得ず西郷は廃兵の準備を急いだ。金結守護を主として、 天竜寺方面の徴兵との衝突は極力回避せんとした。はまぐり五門選挙数。国市信濃の率いる徴収税五百余りは、下立ち売御五門、中立ち売御五門、はまぐり五門の三方面に向かって九州を試みた。 ことに木島又兵の率いる一帯は有猛で、この方面の合図兵を圧迫して、はまぐり御門はほとんどその占領するところとなった。又兵は勝ち時を挙げて、行家堂へ合図片森の首をと絶叫した。しかし片森はこの時、宮中よりのお飯によって病苦を腰に横たえて、 化堂から散大している門外には陰陰たる法制銃声突貫の声流れ玉は盛んに禁煙に落下しこの間を遺憾即退にたすきがけという苦行連中が老狽して右往左往しているさすがにこうした場面になると聴衆者はだらしがない ご先行をご当座を永山へ法連をそうした終章した死後が同情の人々の間に取り交わされたこの間における一橋慶喜の武者ぶりは一世一代とも言うべきものだったろう一橋中納言その日のいでたちは 紫裾子の腹巻きの上に、葵の門月たる陣羽織を羽織り、熊毛の尻座やかけたる金蔵の立ちを履き、縦絵星に紫練りや,やの鉢巻きを締め、小ばかの裾を高くくくり上げて金の采配を取り、商用として指揮せられる風刺短霊、糸めでたくぞ覚えし、 元来、吉信はおしゃれである。しかしこの時は、その乗馬が傷つくほど奮戦し、主乗五道座などと立ち騒ぐ公家たちを叱咤して、防御に大わらべの働きをした。浜まぐ門は破れて、長州軍はさらに公家門になだれかかるところを、側面から猛者を浴びせたのが、 新たに援軍として急行した薩摩勢であった。このために戦況は一変した。木島は馬上で金の采配を持って指揮していたそうですが、殺衆の川地利義という人が、あの大将を狙い撃ちしたら勝てるというので、木島を狙撃して撃ち落としました。その死骸は、 力士隊の力士が引っかついで山崎に引き取りましたが、木島が死んでから総崩れとなりました。かくて木島は、一志をもってその主張に準じたわけである。この時参戦した品川弥次郎の話によると、木島の手下で討ち死にした者は、皆頭を敵の方に向けて死んでいたというが、 その勇敢ぶりも想像できよう。伏見方面から進撃した長州兵の一帯は、伏見街道を進んでいるうちにこの方面を固めていた大垣勢に反撃され、19日の朝、さらに武田街道を進もうとして彦根勢に阻まれ、福原越後は顔を打たれて軍機振るわず、 ついに伏見に退却している。また山崎方面から押し寄せた甘木泉、草加源水の一帯は、境町五門まで進んで越前兵に阻まれ、一部は付近の高塚査定に飛び込んだ。要するに三方面に分かれて進んだ長州勢は、その行動がバラバラであり、 相互の間に連絡がなかったために各個撃破を受けて壊滅の悲運に陥ったわけである。高司邸へ入った草下義介入江忠一寺島中三郎たちは今三代しようとして装束をつけている高司公の裾にすがって我々は悲願の筋あって参ったものでございます。 御三代ならばどうかお供が願いたい」と泣いて願ったがそれはできんと冷然と振り切って高塚左皇は三大してしまった万事九すだもうこの時には仲立ち売り御門もはまぐり御門も寄せての敗北でその辺りの会津兵や越前兵は勢いに乗って 高塚査定を囲み、乱射を浴びせた。草川はこの時も,もを打たれ、そこを手ぬぐいで巻き、ビッコを引きながら指揮を取っていた。それからいよいよ勝利がないと見切って引き上げる段になると、草川はご両殿様に対して申し訳がないから、滑腹して相果てると決心しました。 しかしそれでは工事を託する人がないとて入江が落ち延びるというつもりでしたがその時はもう非常な混雑でそれを押し分け入江が外に出ると槍を持って顔をつかれ目玉が飛び出して死んだそうして草加と寺島は高塚佐殿のおつぼね口で滑腹して死んだそうです この時、手以内にどっと上がる火炎は、この悲劇の一切を包んで、炎症二里、実に落中の大半を怪人に帰したのである。草川二十六で、入江久一は二十七歳。寺島中三郎はずっと若くて二十二歳であった。 皆不本意の戦争で戦死したのである日下高杉入江は松陰門下の三高足という今その二人を失ったのであるから長州としては痛恨闇がたきものがあったであろう維新後ある時西郷が木戸孝義に お国の草加先生が今頃損傷なれば、お互いに賛儀など言って威張ってはおられませんがなあ。と語ったという。どう考えても、玄瑞はこんな名分のたたぬ戦闘で殺すには、あまりに惜しい人物であったと思う。天皇山の最後。 軍の将牧泉は、退族にあたっても隠蔽迫らず平勢と少しも異なるところがなかった戦乱の巷またと化した落中は老若いずれも難を避けとに山崎に通ずる街道筋は固く戸を閉ざしたままであった。 しかし中に気の利いた者は、店頭に湯茶を入れた手桶を出し被釈を添えて、落ちゆく兵士をねぎらった。この日は暑熱ことのほか激しく、徴州兵は暑さにうだりながらも、疲労した体を三三五五運んでいる。しかるに路傍には、 飛しを添えた手桶が出してある。彼らはそれを見ると急いで駆けつけて、蘇生の思いで飲むのであったが、落ちゆく身は先を急ぎ、中には立ち飲みしてその飛しを路傍に捨ててゆくものがあった。泉の神は静かにこれを見て、敗軍の小卒は何時一人ではない。 あとより続くものも勝つを覚えるのだから、よく秘しを洗って桶に備えておけ。といちいち言い聞かせた。これは当時、石田英吉が目撃したところで、よく後年語り草としていた逸話である。泉の神が天皇山に引き上げたときには、 長州軍の総帥、増田上門之助は陣地を解散した後で、その中に二百名ばかりの廃兵がいつの間にか集まっていた。皆今日の戦績を帰り見て摂氏役腕し、もう一度この陣地によって合図兵に一泡深かせんと言ってゴー,ゴーと沸き立っている。泉の神はおもむろに悟し、 我が軍はことごとく破れ、三照はすでに逃れ、今わずかの暫兵をもってここに寄っても、これは日本中の太平に対しては、石を抱いて淵に臨むようなものである。上位未だならず、諸子はよろしく身を全うして再挙を図られよ。我が輩はこの度巨界となり、 あえて禁門を犯し、五教をはじめ毛利公に対して罪を得た。何の面目あって長州に帰れよう。我が輩には構わず、一刻も早く引き上げてくれ。生類もに下って帰国を勧告した。それでも帰国をがえんじない者16人と共に、 泉の神は二十一日早朝、と服して果てたのである。時勢は、大山の、峰の岩根に埋めにけり、我が年月の大和魂。この朝、会津兵は新選組を先方として天王山に登ってきたが、 突然銃声林を覆い、突貫の声が山中を震わせた。福兵だと言って慌てて山を転げ降りたが、しばらくして山上から、合図の衆合図の衆と呼ぶ声がする。いかなる計略があるかもしれぬとぐずぐずしているうちに、 呉然たる大音行とともに強烈な火炎が上がるので、直ちに天皇山上によじ登れば、も々たる火炎の中に、十七師の死体が黒焦げになって横たわっていった。この淳史の死の一人、宇都宮藩士大田民吉氏が、七月二日付で高杉晋作に宛ててしたためた手紙こそ、 この金門戦争における、徴州兵に対する公表とも言うべきであろう。湿気への至りにござそうらども。これまで片付けなくも交わる諸君は格別、一体中以下の人気を三つか祭り候に。資質順良、なれども愚にして弱の兵あり。 ことに昨日の戦。平日総連の形に振る舞いし者一人も来れなく、合図の兵法に及ばざることを通し、徴収兵の規律がなってないというのだ。小生は、神は天使君父に申し訳なく、中は長公に面目を失い、 下は百姓町人に恥入り候。ついては陰州のお手はず祖ごより、味方のことをただ粗暴にのみ陥り、名義を失い、天つさえ切裂の戦死も残念千番の至り、ご推察下さるべく候。これで見ると、 最初に飲酒藩の手で子孫のご先行をなし、その後で合図兵を旧門から相当するつもりだったのである。桂小五郎が、かねて飲酒との密約によってこれを督促に行った時には、すでに禁煙に砲弾が落下し、かえって飲酒藩の激怒を買うに過ぎなかった。 桂の姿を見ると、飲酒藩士川田佐久間は、約束に背いて戦場をたがえ、核のごとく弾丸の吸血にふるるは何事か、と記憶盤で詰め寄ったので木戸は、さようでありますか、それではこれまでであります。と言って商用として帰ったという。 飲酒の威悪を責めるというより、徴兵自らの不統一こそ責めらるべきだろう。長州はもうこの一戦で政治的にダメになったと見るべきだ。もし幕府が長州再生などの愚挙をせず、薩摩がいつまでも合図と手を握っていたら、とても長州の再起は困難だったであろう。 ただ、長州にとって幸せのことに、抜閣に目先の利く人間がなく、薩摩がその奥の手である、変通の術をたくましゅうして長州と握手したので、やがて天下の体制がようやく長州に有利に展開したのである。長州の蘇生は半分は他力であり、半分は高杉新作一等の、 天馬空を行くが如き活躍によるのである。